はい、皆さんこんにちは。今日はですね、徹底検証、まあ管理業務主任者とマンション管理士ね、合格率と難易度の差ということで、だいたい30分ぐらいかな、お話をさせていただきます。担当しますのレックス専任講師で、私小野が担当いたします。よろしくお願いいたします。さあ、で今日使っていきますのはこのレジュメね、これだけを使ってお話をしてまいります。で、今日のテーマはですね、まあよく我々ね、まあ講座ガイダンスなんかするとき聞かれるんです。多くの予備校さんがですね、マンション管理士試験とから管理業務主任者試験ね、まあ一つをパックにして商品化していると。二つの国家資格なのになんでセットにするんですかってね、よく聞かれるんです。まあですからそのあたりを今回ね、中心にお話をしていって、で後ろの方にですね、まあ一応レジュメね、まあコースであるとかね、それから使いますテキストのサンプル載せておきました。で今回はですね、まあこの2つの資格何が違うかとか、でどうやったらねその効率的に合格できるかって話をしていきたいんで、この後半部分についてはあとは皆さんね、ご自身でご覧になっていただきたいかなと思います。まあ例えば先にちょっとお話ししちゃおうかね、7ページ開けて、7ページ開けてみてください。7ページですね。ほら7ページありますでしょ。管理業務主任者マンション管理士コースね。で一つ目はほらダブル合格コースね、ダブル合格コースとなってます。まあこれは合格講座とその確認復習講座である一問一答知識定着講座、まあこれがダブル合格講座の基本的な2つの講座なんですね。それに演習です。管理業務主任者ね専用とかマンション管理専用の演習をつけていってという形なんですね。まあだからそこの満貫だけ取り上げますとマンション管理士合格講座になって、さらにそこに条文ですね、条文だけを取り上げた講座をくっつける、そうすると上級講座の出来上がりとかね、そんな感じになっていくんです。まあですから基本ができてる方があと1点2点の壁を破りたいために条文をしっかりと学習する、まあそこに違いがあるだけですよ。あとはやることは同じね、基礎答練とか実践演習とか、まあこのあたりは同じなんです。同じことやってますよね。でもそれはマンション管理士に特化してるからマンション管理士の上級コースになってる。基礎的なものはできてるよというのを前提に付け加えていきますよという感じね。まあだからね、特にほら、ね、合格講座ついてないでしょ、だから上級になったりするのね。まあそんな講座になっておりますんでね、このあたりはご自身でね皆さん後で検討なさってみてください。で、これあとねサンプルねちょこっとだけ使うんですよ後ろで。条文ローラー講座をね、ちょこっとだけ使うんです。どういうことをやっていくかってね、そのあたりは後でお話をしますんで。ではね、なんでセットでね学習し我々はコースを設けてるかって話をしていきますと、まあこんな感じね。まだ正式発表ありませんので絶対とは申し上げられないんですがね、まあただおそらく2018年平成30年今年ね、今年マンション管理士の試験は11月の25日でしょうね。多分管理業務主任者試験は12月の2日でしょうね。多分、まあ、これは分かりませんね。ただ正式発表されてませんからね、分からないんだけど、まあ、例年マンション管理士は11月の最終日曜日、管理業務主任者試験は12月の第一日曜日ね、まあ、だからこうなるはずで、1週間しか差がないんでね、ここも大きなポイントなんですよ、ね、マンション管理士試験の翌週に管理業務主任者だから、マンション管理士試験終わってからね、ほんじゃあ管理業務主任者試験のために
さてまとめをやろうかなって言っても多分時間はないんです。1週間しかないんでね。はい、だからまとめてやっちゃおうってこと。しかもね、こんな感じ。次のページね、2ページ目、ほらね、出るテーマ、問題内容ね、個数は、出題個数は若干違うんですが、中身ほとんど一緒。こうでしょ、ね、で、例えば会計なんかもそうよ。会計なんかもね、結局仕分け中心ですから、仕分けね、伝票です、借り方貸し方ね、それ中心でございますので、何かこうマンション管理士だから特にやらねばならないとか、管理業務主任者だから特にやらねばならないっていう分野はないんですよ。いや、もちろん内部的にありますよ。例えば、管理業務主任者はね、委託契約書は中心に出ると、よく出ると、宅建業法なんかもよく出ると、ところがマンション管理者の方ではね、委託契約書あまり出ないとかね、そういう濃淡はあります。ただ基本的に中身ほとんど一緒、ね、だから我々ね、まとめてやっちゃえばいいじゃんかと話をしてるんです。と言いますか、基本的な内容は同じなんですよ。同じ ね。じゃあ何が違うかなんですが、大きな違いは2つしかありません。はい、一つは受かりやすさね。そこだけ。あ、1ページ目戻って1ページ目。1ページ目戻っていただきまして、受かりやすさですよ。受かりやすさと受かりにくさね。まあほら、管理業務主任者はですね、ね、1ページ目の下の表ね。まあこれは事務所に設置しなければならない、まあ人数ね、ある程度決まっております。だから、毎年、3000人から4000人は合格させるんですね。まあ3500が4000人と言っておきましょうか。そうなると大体ね、合格率もこのぐらいね、 22-23% になってくる。まあこれはある程度合格者を出さなければならないからなんでしょうね。ところがどっこい、マンション管理士試験はこれ名称独占、まあ業務独占ありません、名称独占です。だから、まあ、何人合格をさせるかっていうのはこれ特に必要条件でないんですね。だからだいたい1000人ぐらい合格者ね、1000人から1200人ぐらい、ね、それを合格させるとしてるようです ね。まあですから人に、ね、ステータスの高い資格になっている。で、合格率が一桁、この違いでしょ、この違い、ね、ですからまず試験の内容としてはあまり出題テーマは変わらない。だからまとめて受けてしまうのが一番、ね、学習してしまうのが一番効率的。じゃあ何が違うかっていうと、まずは受かりやすさね、 20% か 8% 9% 一桁か、ね、ここだ、受かりやすいか受かりにくいかの違いはあります。あとね、まあこのねじめがそういう構成をしましたね。何がね、受かりやすいか受かりにくいかなんですが、単純にね、何と言いますか、ほら一桁に入らなければならないから受かりにくい、うん、まあ確かにそうだよ ね。 20% に入ればいいから受かりやすい、うん、まあ確かにね、まあそういう言い方もあるかなと思うんだけどね。で、実際上ですね、これはまた別のね話になってしまうのでね、口頭でいきますと、大体ね、まあ全受験生のね、我々ね、 50% が正解する問題、全受験生ね、まあ去年でいけばこれでいくとね、管理業務主任者は、まあ、大体4000人ぐらい、3679人ね。で、まあ、マンションを貸していきますと、ね、大体、ね、1万、ね、3000人ぐらいね。あ、こっちこっち、ごめんなさい。受験者がこっちで、ね、1万7000人ね。1万7000人と、それから、まあ、マンションを貸していくならば1万3000人、ね。この皆さんのですね、大体 50%。半数以上の方が正解する問題を、まあ、普通レベルってラインを引くんですよ。
で7割以上得点する問題をね、まあ平易の意ですよ、簡単な問題ってラインを引くんだけどね、まあ大体ですね、管理義務主任者試験というのは簡単な問題もちろんのことね、 70% 以上の簡単な問題もちろんのことを、全受験生の5割以上の人が得点する問題を半分ぐらい取れると合格できるんですよ。それが例年なの、ね、まあだから大体 60% ぐらいの問題を一緒に取っていれば合格できるのは管理業務主任者の試験ね。ところがマンション管理士は ね6割正解する問題ね、じゃあ足りないんですよ。全受験生の5割以上正解する問題だから普通レベル、ね、そのぐらいのレベルの問題をしっかり取らないと合格できないんですよ。だ実際この 9% という数字ね、ここだけ見るとかなり優秀な人だしね、かなり優秀な人たちだけがね上位 10% を満たないわけですから合格者に見えるかもしれないんですが、統計上はねそれほどでもないんですよ。何かというとね、そんなにほら全受験生のね3割とか2割しかできないような問題を一緒に取らなきゃダメかって、そうでもないんです。そうでもないんですが、ね、全受験生のつまり1万3000人ね、1万3000人の皆さんの半分だから、6500人ぐらいの方々がみんな間違いなく取ってくる、まあ、言い方を変えるとね、半分の人は間違えてしまうような問題をしっかり取らないと受からないんですよ。そこに差が出るんです。ね、実はそこに差が出るんです。まあだからね、試験会場行ってもまあ極端なこと言うとね、一つ二つケアレスミスをしても多分管理業務主任者の方は合格ラインには達するの、残りのね難しい問題全部間違えるってのはちょっと厳しいんですよ。やっぱりほらね、あの去年で行くならばこれ36点ですから14点できなくてもいい問題があったんだけどね、いや14問を全部間違えるって人あまりいないよ。まあ、4したくじですから単純にやっても3問ぐらい当たっちゃうんでね、確率的にもね。まあだから1つ2つのミスが別に致命傷にはならないのはこっちの試験、こっちはなりかねないんだよ ね1つ2つのミスがね致命傷になりかねないのはこちらということなんで、ね、だその試験会場におきましても緊張感も全然違うんです。まあそのあたりが受かりにくいという話になっていきます。だケアレスミスが許されないよっていうね、結構緊迫感もあるというのはこうなんです。まあですから全受験生の半分以上の人が得点できる問題を必ず得点しなきゃならない。だとするとね、 48%、49% の問題もできるでしょう、それでこのレベルなんですよ。そこだ逆に言うとさ、どこまで行ってもね、そんなね合格者というか全受験生、全受験生が2割3割しかできないもので、できなくていいんですよ。やっぱりどこまで行ってもね、どっちの試験もそう、ここはね、ただその5割取らなきゃいけないよって、ね、まあそういう熾烈な争いが生じるのがマンション管理士。あとはね、やっぱりそういった問題がねマンション管理士の方が練られてはいるのかなって気はするの、それがはい、レジュメ3ページです。去年の問題、ね、去年の問題、同じテーマを出題してます。同じテーマね。ただやっぱり出し方違うんですよ、出し方がね、出し方が違いますが、それを確認していきます。上が管理業務主任者ね。ね、まあ。区分所有者の承諾を得て占有分を占有する、まあ、通常は借りてる人でいいんじゃないかな、借りてる人ね。週間出席できます。で適切不適切を見ていくんですが、ね、利害関係を有する場合には週間出席で意見を述べることができる。いやこれ丸か×かなんだけど ね、これ丸ですか×ですかってことなんですがね、まあもう適切不適切で聞いてますが、丸かバスかでいいですよ、ね、いやそれはできるだろうよってことね。これ普通に勉強してれば皆さん知ってる知識。
はい、下ですよ、マンション管理士。マンション管理士の試験はそれを前提にしてなんですよ。今申し上げたようにね、ほら賃貸してる、賃貸してるってことは B が賃借してるわけなんで、 B が占有者ね。はい、意見を述べることはできない、意見を述べることはできない、意見を述べることができる、意見を述べることができる。はい、それが丸か×か聞いてます。集会に出席して意見を述べることができるかできないか、これを聞いてるんです。いや、利害関係を有する場合は集会に出席して意見を述べることができるよね。じゃあ分かりますね。あいうえの中で利害関係があるものってどれですかって質問なんですよ。だから、まあ、言ってみれば一歩先を切れるわけね。借りてる人、ね、賃借人は占有者、占有者は利害関係があるならば集会に出席し意見を述べることはできる。で、まあね、少し学習した皆さんはね、あの事故の議決権行使できないよってところまでも出るのは分かるかもしれませんが、これ今回聞かれてないでしょ。議決権は聞かれてない。意見を述べることはできるかどうかってことは、じゃあ利害関係があるかどうか、これを聞いてきてるんです。まあ、ですから大前提としての管理業務収入者の試験、そしてその内容です。具体的な内容を聞いてくるマンション管理士の試験、まあこういう違いがあるわけで、多分ね、まあこれは変わらない傾向かなと思う。いや、一つはですね、やっぱりね、管理業務主任者試験っていうか資格はね、まあ重要事項の説明をしなきゃいけないんだけど、相談を受けてアドバイスをするというよりも、法律的な内容をかっちりと理解し説明をする、そっちにやはり知識、あの資格の重点を置かれるわけね。ところがマンション管理士というのは本当に生きた世界なんですよ。それぞれのマンションによってトラブルが違う、ね、それをトラブルをね、どうやって、まあ、解決をするとかね、どのような妥当な方向に導くかっていうのを相談を受けて回答するわけだから、やっぱりケースバイケース的なもの多いんですよ。ただね、4択1の場合には状況いかんですよってグレーは出せませんよね。それはケースバイケースですよってね、この選択肢、あね、いや状況によっては丸だし、状況によっては×、まあどっちでもいいよねなんて問題は出せません。だから何を出すかっていうと、いわゆる区分法の規定、あるいは、標準管理規約の規定、あるいは判例の結論、どれかバッチリ出していきますってことだとね、見せ方が違うだけなんですよ。前提をポコッと聞いてくるのね、大前提の法律の知識をボンと聞いてくる管理業務主任者、具体的な管理の中身として状況を聞いてくるマンション管理士の試験、そこに違いがあります。でもさ、やることって変わらないはずだよ。まあもちろんね、とあの要するに、解き方としては官業さんの方がやりやすいわけ、一番そうってやればいいからね。ただこの漫画の方は、ね、確かに細かい中身をねちゃんと分かっていかなければいけない、ね、まあ結論だけ先申し上げておきますと、ね、これ青は、あ、ごめんなさい、あ、バツだね、失礼しました。ね、まあ、満館の方だけどね、青はバツで、イは丸で、ね、エがバツで、エが丸なんだけどね。じゃあ、このやり方ですよ。じゃあ、どうやるかなんだけど、ね、これをどうやってね、その対応をするかっていうのは、やり方2つ。1つは、価値判断からいくのよ。ね、価値判断からいくの、まあ要するに例えばあですよね、占有部分をある目的以外は使用禁止、借りる人だって影響を受けるじゃん、だったらできるはずだよねとかね、
はい、負担金、共用部分の工事の負担金。いや関係ないじゃんって、関係ないんだったら意見を述べることできないよねとかね、そうやってこの人借りて使う人に関係あるかないかって実質的に考えていく、そういうやり方一つね、ただね、そうは言ってもさ、知識として具体的に指摘しておかないとよく分からないところあるじゃないですか。だからそういうところはこういうね、例えばはいね、後ろにサンプル出しておきましたね、レジュメの後ろのです。44条。ね、44条サンプル出しておきました。こういうところで、ね、条文の知識をしっかりとまず身につける。ここまで管理業務支援者試験はある程度カバーできます。したら、あとは、例えばだよ。例えば。こういうのね、ちゃんと文字として紹介をしておきますので、これ、そこまでやっておけばね、管理業務収支の試験はもちろんのこと、マンション管理士までカバーできる。さっき言ったでしょ、ね、我々がね、例えば上級コースとか行ってね、やるときに、ね、あの受験生の2割3割しか取れない問題をやるんじゃないんですよ。それを上級と言わないの。それ上級っていうかね、それマニアの世界だよね。満点を狙いましょうって。マンション管理士の試験で50点を取りましょうなんていうのマニアの世界なんで、やりません。ね、じゃあ何やるかっていうと、細かい知識でも試験にちゃんとね白黒で出るようなところまでカバーしましょうよ。管理業務支援者の試験では条文の知識バッチリあればできるかもしれない。じゃあそれを前提にしようよ。それをまず完璧にしようよ。さらにマンション管理者はね、ここまで聞かれることがあるだろう。じゃあそこまでを具体例として押さえておこうよ。それを淡々とやっていくんですよ、ね、44条これでしょ。だからマンション管理者の試験に出るようなところを淡々とやっていく、そういうことなんです。例えば上級もね、だから上級なんて言ってもね、別に細かいところをね、そんなね2割3割しか取れないような問題をそこまで絶対取りましょうよなんてことやんないですよ。やったら5年かかるんじゃないかなって気がするんでね、ひたすらそういうところやってもね、あまり意味がないんです。あまり意味ないことはやらないんでね、そんなそういうところはね、上級コースの意味だと思っておいてください。さあもう一個ね、ちょっと紹介してもらいたい問題がありましてね、ただこれは皆さんお手元にありません。ちょっと見てくださいね、画面見てくださいね、画面、ちょっと画面を見ていただきたいんですね。こういう問題があるのよ。問題をねいっぱいに移したいので、ちょっと字ちっちゃく見えるかもしれないけどごめんね。問い7番、管理組合法人、ほら、区分所有者以外の利害関係人は裁判所に対する仮理事の選任の請求を行うことができないとかね、こういう問題がある。で例えばいいかな、3番、管理組合法人の財産を持ってその債務を完済することができないときは、規約に別段の定めがない限り区分所有者は等しい割合でその債務の弁済のために任ずる。さあ一方ね、もう別の問題を見せしますよ。問いの38番にこういうのがあるのよ、ね、管理組合法人に関する次の記述のうち区分法の規定によれば誤っているのはどれか。はい、1番、管理組合法人の住所はその主たる事務所の所在地にあるものとする。はい、2番、管理組合法人の財産を持ってその債務の完済することができないときは、区分所有者は規約に別段の定めない限り共用分の割合に応じてその債務の弁済の責任を負う。もう一回違うと見せましょうか、ね、こんな感じ。問い7番こうね。はい、問い29番こうね、38番こうね。なんか私が言いたいことを分かっていただけました。これどっちがどっちだと思います。
さっきとは全然違うでしょ。さっきはね、法律の知識をポンと知っていれば答えが出る。はい、管理業務支援者。さらにマンション管理に寄せて、具体的な細かい内容というかね、具体例が出てきますよ、マンション管理士って言ったんだけど、この手の問題だと区別つかないんじゃない？どっちがマンション管理士でどっちが管理業務支援者かってね。さっきみたいな基準でわかる？ってわかんないでしょ。で、大体聞かれたのも同じとこ聞かれてますよね。今ね、ちょっと申し上げたんだけど、これ完済できないときどうするか、ね、問い7番の方は、はい、等しい割合でと書いてある。はい、問いの38番の方は、ね、持ち分の割合、共用分の持ち分割合、まあ通常は床面積でしょうね、これでいくよと書いてある。同じこと聞いてるじゃない。同じこと聞いてるよね。まあだからこの子に至ってはどっちがどっち関係ないでしょ。あ、ちなみに、問い38番の方がこれ管理業務支援者ね。で、問い7番の方がマンション管理士なんですよ。はい、こういう問題もあるんです。こういう問題もあるの、ね、だからね、もうここになっていただきますとほとんどヒントになってるのよ、ね、マンション管理士の試験、ね、問い7番に出ました。で、例えば3番ですよ。管理組合保持の財産を持って、ね、完済できないときは規約に別段の定めがない限り、つまり原則として等しい割合じゃなくって床面積割合名乗ってね、要するに床面積割合というかね、持ち分割合ね、持ち分割合で決めるんですよってね、持ち分割合でいくんですよって、いうふうになっていくんですよ。だからこういったね、かぶってくるがために、まあある問題ね、がある問題のヒントになってる。で、もうちょっと答えになっちゃってるんだこれねって感じなのね。もちろん正解者はないんだよ。勘業さんの問いの38番ね、これ誤ったのどれですか、だから2番は正解者ありません、ね、でもって問い7番ね、マンション解消問い7番も選択3番ね、で、あれ正しいものどれですから答えではないんです。正解者ではないんですが、同じこと聞いてるでしょ。例えばね、去年の例でいくならば、マンション管理士の問題を先に受けてね、で、それをですね、ちゃんと復習していると一応勘業の問題の選択肢1個、いや、1個だけじゃないんだけどね、他にもね、地震の SR とか PR とかね、あってね、そういうものもね、かぶって出てきてるんですよ。だからね、例えば皆さんが、ね、まあ今年、去年の例でいくならば1週間前にやった試験の内容が本試験だよ、ね、管理業務支援者の試験でも出てきたわけだ。でもね、逆もあるでしょ。要するに去年の管理業務主任者の試験出た問題が今年の満開出ることもあるわけよ。だから我々ね、まとめてやっちゃいましょうって言ってるの、特に枠というのがね、大体同じ、ね、出る内容が同じ、まあ濃淡はあるかもしれないが内容は同じ、出し方が違う。じゃあさ、ね、例えばさっきのね、レジュメに載ってる方ですよ。まあ利害関係がある場合には意見を述べることができる。去年は勘業さんはそれだけで答えが出た。満貫は一歩突っ込んできた。今年もしかしたら管理業務支援者の試験で一歩突っ込んでくるかもしれないよね。じゃあ問題演習はね、少なくとも問題演習はどっちもやった方がいいよ。そういうことなんです、ね、まあだからね、何が違うかっていうと、比較的マンション管理士は一歩先の問題を聞くことが多い。でも時によって問題によってはほとんど同じものもある、ね、だから、ね、受かりやすさ受かりにくさでいくならば、やっぱり 20% と 9% ここだけだって気がしますよ。だ、皆さんね、まずは管理業務支援者試験の範囲、ね、法律ガチガチの範囲ですよ。いわゆるマンション管理に特化するわけじゃなくて、民法なら民法、
区分法なら区分法、そういうね、枠ガチガチのところをしっかりと学習する。そしてその知識を固めるために一歩進んだところをやる。そうすると管理業務修士試験もしっかりカバーできるし、マンション管理士もカバーできるようになる。まあだからね、どちらかの試験を合格してもう片っぽだけでいいやとおっしゃる皆さんはそれで本当に頑張ってほしいわけだ。そこだけをしっかりやってほしいの、ね。ただ不安が残るなっていう方は少なくとも問題はね、問題は両方やった方がいい、マンション管理士も管理業務修士の試験も両方やった方がいい。そうするとね、だって過去問の量がさ倍になるじゃない、ね、倍の量の過去問やれば他の人に差つけられますからね。だから何がいいかっていうね、そのほとんど変わらないんだよってこと。確かに、マンション管理士の方がね一歩先を行ってますから解きにくいかもしれないけど、じゃあ管理業務修士の試験それは出ないかっていうとわからない。しかもそこまでやってれば管理業務修士試験の方はもっと楽になる。だったら全部をね、2つの試験をねまとめて考えてしまった方がいいということを最後に話をしておきましょう。まあというわけでね、タイトルとしてはですね、まあ違いますよということで紹介しておいたんでございますが、ただ結果的には ね1週間しか違いはない。そして、ここ5、6年ということを考えていくならば、相互に問題っていうのはお互いにね影響し合って同じようなもの出てます。難易度の差っていうのはそう大きくはないよということだけをね、最後に一言申し上げておきましょう。さあではね、30分ぐらい経ちましたんでね、今回のガイダンスは以上で終了させていただきます。皆さんお疲れ様でした。